こんにちは、村岡美里です。今日はですね、私のユニクロ購入品を紹介したいと思います。約2ヶ月ぶりの購入品ということで、私もテンションが上がってユニクロで何買おうって見てたんですけど、やっぱね、私ね、ユニクロは夏がすごくヘビーユーザーになるんですよ。っていうのもさ、やっぱさ、パッド付きキャミとかタンクとかそういう系強すぎない？ユニクロ様って形めっちゃ綺麗だしさ、洗い替えも多くなるじゃないですか。汗もかく時期だし、なんせさ、サウナも行くし、すっごく暑がりだから、パッド付きで1枚ではいポーンって洗濯機に投げて洗えてっていうさ、気軽さもいいわけですよ。ユニクロはいいものだけど、価格がもう本当にお安いので、今回ちょっとちょこちょこっと買ったけど、いいものに関してはまとめ買いをしようかなと思ってるので、皆さんよかったら参考程度に見ていただければ嬉しいです。すごくゆるゆるやっていきますんで、よろしくお願いします。1点目はこちらね、私今着てるのもそうなんですけど、クルーネックティー、じゃーん。これはね、もう皆さんご存知ですよね。クルーネックティー、ユニクロ U のやつですね、の白とこの色を買ったんですよ。でサイズは S サイズなんですけど、私は最近ジャストサイズで着たいタイプなので S のジャストサイズを購入したんですけど、そもそもこのクルーネックティー自体がそんなにこう、なんだろう、ルーズな T シャツかっていうと全然そうではなくて、割とこれぐらいジャストサイズとかフィット感のある T シャツでした。で、身幅もだからこう結構脇からしっかりこうタイトに作られてる感じだし、フィット感もすごくて、1枚でもいいんですけど、なんかこうキャミのインナーとかそういうのに使いやすそうな素材だった、まあ、T シャツ系のコットン100の素材でもあるんですけどね、なんかね、しっとりしてるっていうか、サラしっとりみたいな、なんかスムース感があるんですよ。デコルテとかも T シャツのあのこうなんか浮きがあるっていうよりかは、こうなんか張り付くのめっちゃ綺麗で、カジュアル T シャツ苦手な人はこれめっちゃいいはず。なんでこれおすすめでした。この色もね、白 T ほどカジュアルにしたくない時とかは使いやすそうだったから、この2色で購入してみました。ちょっとこっちも着てみる？もうイメージ湧くけど、一旦こっちも着てみますね。どう？あ、いいじゃん。あ、これはゴールドアクセが合いますね。カラーが可愛い分、白 T はインナー使いも良さそうだけど、なんかこれは1枚で着たくなるし、なんならこうジャケットの中からこう主役級にカラーを覗かせたくなるような色でもあるから、すごくいいと思う。大人っぽいカラーですね。すごいよね。これはさ、でももうね、買うやつですよね。あ、もう美里さんもそれ買ったのねって感じですよね。もはやもう知らない方だと思う。これめっちゃいいね。これは名作です。透け感ゼロです。次行きたいと思います。こんなこんなで次の購入品はこちらです。じゃーん、クラウンパンとサングラス。クオリティすごない？めっちゃ可愛い。ほら、可愛い。こんなのあった？これ前からあるやつなの？ユニクロたまにアイウェアとか見てたけど、あんまり好みのものがなくて、アイウェアは1個も持ってなかったんですけど、これはね、クラウンパンとサングラスって言って、お値段が1990円。早速つけてみたいと思うんですけど、形もね良かったのよ。クオリティ高っ。私さ、結構アイウェア好きだからいろいろ持ってるんですけど、結構上位に入るぐらい形がいい。結構フレームが大きめなので顔が隠れる感じがして、美容デーとかすっぴんの時いいと思う。これはレンズはね、さらにね、曇り止め加工済みらしいの。さらにブルーライト 25% 低減、紫外線を 99% カットする UV レンズにもなってる。すごっ。すごいしか語彙力が減ってきたけど、これが1990円。さすがでございますね。持ってるサングラスもさ、夏用にさ、UV カットのレンズに変えてくださいって持ってってさ、結構それだけで1万とかしてたから、そんなこと考えるとなんかもう、神。これは皆さん買った方がいいと思う。あと顔の形もそんなに左右しないと思うから、こうベースはボストン型っていう、まあ比較的割とどういう形の人でも似合うボストン型で、クラウンパントっていう形にね、なってるので、なんかこうクラシカルな感じになりますね。だからカジュアルっていうよりかは、ちょっと綺麗めに見せたい時とかいいかも。これにレザーのバッグとか持ったりして、これはいい買い物すぎた。でカラーももう一色黒があるから、黒縁欲しい人とかは黒も可愛いと思うんで、私普通にこれ黒も買おうかな。めっちゃ良かったです。そしたら次行きたいと思います。テンポよく行きますね。次がハイウエストストレートカラージーンズ。お値段が、私が買った時は値下げされてて3990円だった。ユニクロ U のやつですね。
で、早速私が今履いてるんですけど、履いてみた感じなんですけど、このね、まずウエストはこうやってスナップボタンになってるんですよね。なんでボタンでパチッと止める感じ、着脱すごいしやすそうでした。あと全体はこんな感じで、ハイウエストですね、結構高めのウエスト位置で、でストレートデニムなので、全くもう、 こう差がなくストーンと落ちた感じのシルエットで、股髪が結構ね、この股のスタート位置が結構高めにあるので、足がねすごく長く見えます。で、後ろ姿もポケットが結構高めの位置についてるので、後ろからも綺麗だし、相当お値段以上のクオリティに見えると思うから、意外とあのペタッと感がない、すごくスタイリッシュで綺麗なデニムだった。ちょっとさっきのやつ合わせたりしていいし、このカラーは万能だから、上はネイビーでもグリーンでもレッドとかでもイエローとかでも、なんかもう適当になんかブルーでも何でも合わせちゃってみたいな感じでこれ使えるから、カラーもすごく良かったなと思いました。これはマジで正解。こんなんめっちゃいい。上下でなんか全部買っても1万いかないコーデ。はい、じゃあ次いきます。トップスなんですけど、トップス次はですね、タンク系を買いました。白、黒、黄色、3色買いました。めっちゃ使いやすそうで、ちょっとね、これだけ形が違うから紹介しますね。まずじゃあ形違うやつからいこうかな。いや、これはね、タンクちょっともう試し買いしたようなもんだから、よかったら全然もっと買う。まずこのイエローがアメリカンスリーブタンクトップっていう、あのパッド入りのタンクですね。でお値段が2290円で、5月の上旬に買って、ゴールデンウィーク のまとめ買い割みたいなやつで、対象商品が2点で3990円、で3点目以降は1点につき1995円っていう、本当は 2個で買ってるつもりだったんですけど、中のパッドはこんな感じで、結構これはいいんですよね。この広範囲にパッドがついてくれてるのがめっちゃいい。縫い付けタイプなのでズレもしないし、すごく使いやすそうです。じゃあ早速着てみたいと思います。着用してみました。どうでしょうか。文句なしよ。キレで、パッド安定感、アンダーもね、あのちゃんとホールド力がある。で、まずポイントなんですけど、このアームホールの部分、これがね、結構ユニクロがあのお客様からの声とかをいただいて、多分もうちょい大きかったのかな、アームホールが見えすぎないように調整してるので、なんかこのさ、脇ここ空いてるとさ、結局パッド付きでも、なんか横からハラハラするんだけどみたいなことが起きやすいけど、それがね、ない。アームホールが比較的こう狭めに作られてるので、この辺すごく安心感があるし、アメセリトップって言ってもなんかこのえぐりすぎてちょっとたくましくなりすぎない程度の程よいアメセリも良かったです。リブなんですけど、結構細リブで、多分画面に映るかな、もう本当に細いリブなんですよ。なのでこの細リブの効果によって、あんまりこの透け感っていうところが気にならないので、まあ、もちろんね、パッド付きとはいえ、ちょっとね、これを1枚でハラハラみたいなところもあると思うんですけど、やっぱこういう目が細かいものって本当に透けにくいので、いろいろあのストレスフリーで、めちゃくちゃこういう改良を施されたやつなんだなと思ったんで、購入された方々の声が行き届いた状態のものを買えて、すごくラッキーだったなという感じですね。まあもちろんね、これも私今1枚で着てるんですけど、何かとレイヤードするのもいいですし、さっきからすごいのが絶妙なこの丈、アウトしてもいけるし、インしてもごわつかない絶妙なこの丈感もすごく綺麗だなと思うので、すごい使いやすそう。めちゃくちゃいい。なんか中にはさ、パッドのサイズ感ちっちゃすぎるとか、なんか大きすぎる、逆になんか体に合ってない爆乳見えするみたいなものもあるけど、なんかすごいよね、このもうバッチリだもん、バストのこのサイズ感も。ということで、これは私試し買いでイエローを買いましたが、他のカラーも買ってみようと思います。でもやっぱこのさ、イエローとこのさ、このパンツの合わせ可愛くない？これにさ、ほら、もうこれで可愛いやん。それで、これでアイウェアつけて、はい、これでこうやって履いて、いってらっしゃい、ということでできそうですね。じゃあちょっともう一つのタンクも着たいと思います。じゃあ次のトップスがこちらです。じゃん、ホルターネックブラタンクトップ。はい、でこれはね、お値段が2290円なんですけど、これもまたね、私まとめ買いの時期に購入しておりまして、対象商品が2点で3990円なんで、1点が1000円ちょっととかでついてきてる感じですね。でカラーはブラックと白、まあ、定番のねカラーを買いました。これもね、1枚で楽しめますよっていうもので、裏にしっかりとパッドがついております。
さっきのパッドとほぼ同じですね。ちゃんとこうアンダーもついてて、これすごいよねって。内側に大きなパッドがついていて胸元をカバーしてくれる。でやっぱりね、これもね、アームホールが狭めなので、この横から脇の下あたりとかから見える心配とかもないので、すごく使いやすいと思います。で、こういうさ、ホルターネックのタイプって可愛いけど、結構やっぱこのネックの部分がコンパクトなものが多いんですよね。もうこれも見ていただいて分かると思うんですけど、すごくコンパクトで着にくいものもあるんですけど、これね、結構このリブの部分がめちゃくちゃよく伸びるんですよ、ここね。で、伸びきらない、ちゃんとこう元に戻るようなゴムを使われてるので、着る時のここに顔通す時のなんかリップつきそう、うん、みたいな感じがあんまりなくて、サクッと着れちゃう感じもすごく良かったです。こっちに関してもすごく細いリブで程よく体にフィットして、ストレッチも効いてるような素材感でした。やっぱね、このね、意外とこれもホルターネックで編みすり風にえぐれてるかって思うんですけど、やっぱ脇に関してキュッとコンパクトに詰まってるので、この辺がえぐれると結構たくましく見えちゃうんですけど、ちょうどさ、この脇肉のブヨってなるところはここでカバーしてるよみたいな感じがすごい使いやすいので、これめっちゃ良かった。黒ね、黒も使えるよね。白と比べて肌とのコントラストがすごくパキッとはっきり出るので、ちょっと色っぽさも出るし、なんかお好みでね使えそうなタンクだったんで、あとはピンクとカーキアルっぽいんで、ちょっとこちらもね購入しようかなと思っております。じゃあ次いきます。レースラウンドネックショートカーディガンというカーディガンですね。カーディガン大好き。はい、こちらはサイズを M サイズを購入してみました。カラーはレッドと、あとね、白も買ったんです。こんなんさ、やっぱ使えるじゃん。そしてなんかさ、シワにならなそうなの。このほら、わかる、こういうドライニットみたいな感じなんで、空調効いてるとこで、あ、なんか寒いみたいな時とかはこういうのカバンに入れやすいんでね、シワシワなっちゃうのとかさ、めんどくさいじゃないですか。で、購入してみました。早速着てみようかな。でもさ、思ったの、これと合わせたらなんか可愛い気がする。この上から着てみましょうかね。で、丈はね、ちょっとね、短めのクロップの丈かな。袖通すと結構フィットする。ほら、なんかスーって、この辺とか結構フィット。 M だけどぴったりだわ。あ、すごっ、伸び、ストレッチ。あ、待って、 M でよかったわ。結構ピタピタじゃない？なんか私いつも全部今のところもほら S とか購入してるんですけど、これはちょっと M にしよっかなって感覚的に。あ、よかったわ。え、で、中これ着たら可愛くない？え、よくない？すごい絶妙な合わせできたんですけど、すごく素敵。インナーにこのアメスリでちょっと肌見せしながら、ちゃんとカーディガンも羽織ってるよ。しかもこことかさ、一番さ、肉あんまつかない部分じゃないですか、このデコルテらへんって。だから二の腕カバーしつつ、なんかクロップド丈だけど、なんか露出感もあって、こうやったりして、とても良い。どうですか？で、着心地抜群です。M 買ってよかったんで、皆さんこれはちょっとサイズアップしてもいいかも。こんなにぴったりなのねって思う。ぴったりな割にはちゃんとこういうレースでこの表面感もあるので、なんか立体的な感じもあるし、この透け感で奥行きも出るし、安っぽく見えないし、100点お気に入りの合わせを発見いたしました。でね、このね、レッドはちょっと私は1枚で着る予定だったんですけど、ちょっとこれに合わせたいデニムがあってね、こういうなんかちょっとインディゴの濃いやつとかと合わせて、ほら、こういうことがしたかったの。デニムもちょっと紹介しますね、先に。なんかやっぱこういうことたまにしたくなるよね。この赤いニットと濃いめのインディゴのデニムとかやりたくなりますよね。デニムはワイドストレートジーンズで、カラーはネイビーだけど、他にも白とかもピンクとかサックスみたいなカラーもあったけど、私はインディゴをチョイスしてみました。これはね、またさっきのデニムとは全然違って、ドレープ感、このしなるの、すっごく柔らかくて薄いデニムなので、まさに夏用だから、これ冬はもう寒いと思う。薄い、とにかくシャツみたいで、下も切りっぱなしになってて、本当にテロテロとしたこのしなやかなデニムなので、デニム履いてる感覚がなさそう。デニムっぽくない、腰履きできるようなサイズ感になってるみたいなので、ちょっと私もいつもより
気持ち大きいのを買ってみたからちょっとこれ不安なんですけど、一旦このサイズ感とかも含めて履いてみますね。だからちょっと腰履きにこういうねクロップド丈のカーディガンを合わせたいなという、まあそういった感じなんで、ちょっともう着てみますね。着用してみました。こんな感じで、さっきインナー着てたから気づかなかったんですけど、意外とねネック部分が大胆に潔く開いてるので、めちゃくちゃすっきり綺麗に着れて、個人的にはすごく好みで、あとは M サイズを買ってるからか、クロップド丈って言ってもね、そんなほらおへそが見えるような丈じゃないんですよ。おへそ綺麗に隠れてるぐらいの丈感だったから、この感じで着たい人は M すごいいいと思う。ボトムなんですけど、ボトム相当着心地いい。めっちゃ軽い。もうデニムじゃないね、これ。すごくライトな着心地といいますか、薄い、とにかく。なんかスカート履いてる感覚。これだ、スカート履いてるみたい。全体はこんな感じでございます。ちょっとサイズは大きかったんですが、ローウエストで履く分には問題ない。ただ、本当に骨盤が止まってる感じだし、頑張れば骨盤もこのボタン閉めたまま脱げそうなぐらいだから、ちょっと確かにサイズは大きいのかもしれないけど、まあ、普通のサイズ感で履きたい時はベルトすればいいし、そんなに問題はなさそう。で、裾に関してもちょっと今長いけど、もっとフラットシューズ履く時はとか、ペタンコサンダル履く時とかはもう一折りしたりとか、まあ、最悪人によっては切りっぱなしデザインだから全然切っちゃってもいいのかなとすら思っております。ただ結構ワイドでボリュームもあってローウエストってなると重心が下がりやすいので、私はこういうポインセットのパンプスとかと合わせたいなとか、そんな感じ。ただやっぱこのテロテロ系だし、幅もあるからお尻のラインとかも全く拾わないし、例えば今から夏プール行く時とか海行く時とか、なんかほらワンピとかスカートとか楽なもので行きたいと思うけど、なんかそういう時にもこのデニムだったら楽に行けそう。ベタベタするシーンとかにも選びたくなるような、本当にさらっと軽いライトな着心地のパンツでございました。ということで、皆さん私のユニクロ購入品はいかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。久々のユニクロ購入品だったので、皆さんの参考になれば嬉しいなと思っております。購入したものとかサイズとかは一旦概要欄に全部記載しているので、よかったらそっちもねチェックしていただければと思います。インスタとかでもね、ファッションの投稿いっぱいしてるので、よかったら見てみてください。それでは皆さんありがとうございました。バイバイ、さようなら。